セクシーポーズ左肘を押して押して右にセクシーポーズ右肘を押して押して深刻する膝裏を伸ばして深刻するコロナ対策を忘れずに1 2
Yeah.
って。すげえ。お
はい、ありがとうございます。ナイスデイ。早くね、コロナだね、終わった以上ね。なんかニュースを見たんですけど、コロナの核変じゃなくて変革って編集なんか変わったやつが出てきて、あのイギリスだかフランスだかどっかロックダウンをしたんですよ。経済さで、ニュースを昨日とかの夜中に見て、それ夢じゃなくて、え、夢やばい、嘘ついてたらどうしよう。でももし本当にそうだったら、なんか本当にもうね、はい、もう今の時点でも、はい、結構みんな、皆さん我慢したりとか、たくさんのことをね、やりたいこととかもできないし、お仕事とかもね、なかなか気を使うばっかりで、はい、でも思うんですけど、自分たちはここで発信しても世界中には届かないとは思うけど、みんなでね、力を合わせれば、みんなが、はい、世界中のみんなね、ハグ、ハグミー、それは私ハグしてみるから違う、みんなでって言われたけど、すいません、頭打ち、違う、はい、ありがとうございます、はい、後ほど告知の時間が。あります、しさん、ありがとうございます。わざわざスーパーチャットにしてありがとうございます。あのぜひ、宣伝したいよっていう人はスーパーチャットで、どんどん声かけてくれれば、そことかいろいろ宣伝してくれます、はい、例えば、町内会が何時からとか、12月24日はとか、そうそうそう、12月24日はちょっと、はい、彼氏とか彼女とかと出ていきます、はい、みたいな、載せていただければ、ね、読ませていただきたいと思います。はい、はいはい、おお、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか聞いた話だと、リーはあれ誰がバカだって言ってたんだっけ。リーさん、あ、言ってましたね。響きかな、見事じゃない。見事って違う、響き、響きですよ。響きです、はい。ルールがフィニッシュ限定マッチ、裏カンラナというルールを提案させていただいたんですけど、なのに、提案したのにもかかわらず、違う技でコールとか言ってるっていう、取りました。フィニッシュがすごいバカにしてましたけど、でもこうやってね、ファンの人はなんか感動しましたとか言ってくれるからね、バカ発揮しました。だからテンテンって言われちゃうんですよね。いけない、ありがとうございます。はい、やっとですよね。今こっち向いたから何が起こるのか。また次行きますか。はい、はい、今ですね、後ろの受け身2つやったので、今度前の受け身をもう一回おさらいしていきたいと思います。おさらいと復習の違いって何だろう。急にすいません、さっきまで復習、まあ似たようなことだよね、多分。おさらいと復習は一緒ですか。じゃあ、おさらいって言い方にしますね、はい、なんかかっこいいから、おさらいしていきたいと思います。はい、すいません、佐々木翔太に、あ、やだ、ごめんなさい、翔太、わざわざスーパーチャットに乗せてやってくれるんですね。ありがとうございます、翔太。ありがとうございます。ぜひね、はい、コメントを拾ってほしいよっていう方は、はい、スーパーチャット見て、スーパーチャット見て、でも普通のコメントもちゃんと見てますよ。はい、見てます、見てます、はい、でもなんかもし会話しようっていう人は、スーパーチャットでお願いします。お願いします。はい、はい、ワンワンの受け身いきたいと思います。たくさんはそのままで大丈夫です。そのままで口だけ出します、はい、私がやります。あ、私じゃあ横向きの方がいいのか。はい、前の受け身ですね。多分皆さんこのキープがそろそろきつくなってきてるんではないかと。お、久しぶりのキープですね。これも体幹力も鍛えられます。はい、はい、このキープをまず30秒やりたいと思います。この時ですね、
真似しないでください。
じがしました。お、結構びっくりしました。じゃあ結構来ましたか。はい、来ました。でもしっかり勝ったからね。あ、勝ちました。しっかり勝った。これやりました。はい、よし、はい、そんなになんか大きなネタもなかったごめんなさい皆さん。はい大丈夫そうみたいです。はい、はい、でははい、こんな感じで今前の手身を2つキープと滑り込むの機会を入れました。次やるときにはもう一段階前の前やったやつをまたもう一つ増やしてちょっとずつやっていきたいと思います。今はね、おさらいっていう感じで1個ずつちょっと復習していってるんですけど、こっちも一緒か。よろしくお願いします。また、はい、増やして、ね、やっていきましょう。はい、やってて前やってたところの位置までもう一回戻してみんなで先に進めていきたいな。はい、結構受け身はただの、まあ、受けないしっていう人もいるかもしれないんですけど、いると思うんですけど、これ結構体幹のトレーニング、あとバランスですね、体のバランス力がついてくると思うので、はい、ぜひトレーニングだと思ってやってみてください、はい、お願いします。あのマンションの方は絶対バンバンやらないでください。本当にクレーム来て怒られると思うんで、お布団の上でそろっとやっていただければなと思います。なんか昔さ、ダンスレボリューションみたいなのなかった？あのプレイステーションでダンレボっていうやつが流行ってて、それが家にあったんよ、うん、でその時に下に響かないように、うん、なんかね、そういうマットがあって響かないマットみたいな、だから受け身を本格的にやりたい人はその棒マットみたいなやつをね弾いてくる、はい、弾いてください、ね、ぜひぜひ、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、立てますか。立てるよなに、勝負できない、立てるよ立てますかって言いながら自分まだ立てきれてなかったんです、すいません。はい、今日はね、ここまで、はい、となります。はい、たくさんスーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、今日21なのであと3日ですね、3日後12月24日、クリスマスライブ上野恩賜公園があります。楽器の練習順調ですか。楽器の練習順調ですか。自分は、あの、多分結構運ですね。これはもうマジ賭けです。もうねあのね、ここ、あのね、もう見てもわかんないと思うけど、ここの指の皮がもう何回も剥けて、もう今カチカチです、はい、豆みたいになりますね、はい、なので、あの、まあ、でも楽しもうと思います、はい、もし失敗したとしてもね、まあ、楽しんでいけたらいいかなと思います、はいはい、もうこれは伝説になるかならないかはその日に来たお客さんが分かることだと思いますので、あの、ぜひいらっしゃって目で見て感じてください、はい、ライブなのでリアルタイムで一緒にクリスマスイブを過ごしましょう。はい、寒いので暖かい格好をしてきてください。はい、ます。そしてですね、12月28日年内最終戦マーベラス新規模大会があります。あ、マリアのデビュー記念をちょっと、そうだよ、28から25、24ですよね。だけど、それがちょっと先行ったぐらいですね、年内最終戦、はい、じゃあマリアのデビュー記念日と年内最終戦が一緒になるという形で頑張りたいと思います。あと響きの誕生日が、あ、響きのお誕生日なりますね。じゃあリアルバースデービリアルバースデー、はい、はい、お祝いですね。お祝い事がじゃあいっぱいあるってことですね。そうですね、なので、はい、ま、次は年内最終戦なんですけども、はい、そこでマーベラスの集大成を見せていけたらいいかなと思います、はい、最後まで怪我なく頑張っていきましょう、はい、頑張ります。はい、いと思います。そして昨日発表されました、1月6日新宿フェイス千住さん対抗戦、あ、10日です、すいませんでした10日新宿フェイス対抗戦発表になりました、はい、ちょっと前回ね流れてしまったのがまた一回ということで頑張って。意気込みはどうですか。絶対負けないです。
負けると思ってないですよ。負ける自信があります。やっぱそんくらい強気で言ってもらわないと、やっぱ1回ね、こう会見でもいろいろありまして、そこから自分たちの、あの、あれで自粛になって流れてしまった対抗戦なので、多分向こうもね、こうすごい対応してくださって本当ありがたいんですけど、なんか多分マーベラさんに対して思うこととかも試合でぶつけてくると思うし、自分たちもしっかり戦場には負けられないっていう意地で、まあ、自分は試合出れないけど、自分も下の子たちと一緒で戦う気持ちで、はい、しっかり頑張りたいと思います。はい、新しい年を集めるのしないかもしれないので、はい、はい、気合入れて、なんだ、いい感じに今年を終えて、いい年でいいスタートを切りたい。なんていうんですか、こういうのって。いいです、回しましたけど。いい感じで、試合を、年内2020年を終わらせて、2021年のスタートを、いい感じに、言い方がおかしい。頼らんで、うちの言葉をめっちゃ頼っとったやん。なんて言うんだろう、こういう時って。なんか言葉ありますよね、きっと。多分なんかあると思うんですけど、はい、まあ自分たちも、はい。出ます。すいません。はい、頑張ります。はい。来年、いい年。はい、はい、翔さん3回目です。あれ大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、終わっちゃったんですけれども、大丈夫ですかね。ありがとうございます。おお、じゃあ自分もやってたので、もしかしたらどういう、こういう矢印があって踏んでいくんよ。へえ、ね、結構難しいですよね、あれ。後で調べます。ありがとうございます。ナイスです。だからよ、あのね、多分ね、すごいね。
性格上、はい、だからそれにみんなが乗っちゃうと多分悪い方向に行っちゃうけど、みんながちゃんとね、こうしっかり対抗していけば、はいはい、マーベラスが面白く、かつこうみんながもっともっとこう意欲が上がるんじゃないかなっていう。はい、はい、28日もアスカ選手出ます。出るんですね。あのね、スケジュールが聞くんよ。ああやって言ったからね。はい、じゃあさ、ちなみにさ、12月28日空いてるかなって言ったら、あ、ちょっとスケジュール確認しますって言って、はい、すみません、空いてます。さあ、空いてるのか。もうあのね、結構何個かね、言ったよね。ここ空いてる、ここ空いてるって言ったら、全部確認しますって言う、はい、一応言うんだけど、はい、空いてます。さあ、空いてるのか。悔しい。わかりました。じゃあ28日もってことですね。はい、はい、わかりました。じゃあ頑張ります。わかんないですけど、はい、ビッグスターさんやクリア大会の皆さん配信で完成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスです。皆さんぜひぜひリモートもね、はい、ありますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では本日の静電気くるの嫌だよ。私の手を触れないようになってしまった。静電気女。くそー。クールな静電気女フィッシュ。くそー。くそー。読みたいと思います。はい。本日も、本日も。クールな、静電気女カミカミフィッシュ。それ面白い。悔しい。はい、では読み上げさせていただきたいと思います。エイトさん2回ありがとうございます。ナイスです。ナイスです。 YZ さん2回ありがとうございます。ナイスです。モッチーさん3回ありがとうございます。ナイスです。小野ゆかりさん4回ありがとうございます。ナイスです。佐々木志保さん5回ありがとうございます。ナイスです。石山智也さんありがとうございます。ナイスです。大坪美希さん、はい、ありがとうございます。ナイスです。小賀中子さん、ありがとうございます。ナイスです。中島拓さん、ありがとうございます。ナイスです。ゆっこスターさん、ありがとうございます。ナイスです。はい、本日もたくさんの質問ありがとうございます。ありがとうございます。